漫画日本の漫画フランスにおける日本の漫画フランスにおける日本の漫画ではフランスの日本漫画需要について概括する2020年現在フランスでは日本の漫画及びそのスタイルを指す語として漫画という語が作成されており2000年代後半からは世界で第3位の消費量を誇る日本漫画消費大国となっている本項目では 日本の漫画がフランスに移入される際の特有の事情を述べた後、今日の状況に直結する授業史として、戦後、特に1980年代以降の動向を外観する。典型的な漫画的人物イメージの例日本語からの外来語であるため名詞としての性は特に定まっていないが、現在では男性名詞として用いられることが多い。一部、フレデリック・ボアレは、 自身が主張するヌーベル漫画に言及する文脈で女性名詞としても用い、両者のコノテーションを明示的に区別している。女性名詞としての用法は必ずしも根拠を書いたものではなく、フランスで漫画という語が最初に用いられたのは19世紀末のエドモンドコンクールによる北斎漫画への言及であり、この時は女性名詞として用いられていた。それ以来多くの場合は、 女性名詞として使われており、男性名詞として、雑誌やテレビで盛んに用いられて交換に普及したのは、近年、1990年代以降のことである。また、フランスの漫画を指す語である、バンドデシネは、女性名詞であり、これとの関係においても特に男性名詞として用いる、必然性はない。単数、複数の書き分けについては、1991年に施行された、 申請書法は、外来語にもフランス語と同様の複数形、悪産の適用を定めているが、これは徹底されず旧来の用法も残存しており、デマンガ及びデマングスはいずれも正確な複数型として用いることができる。発音はいずれも漫画である。翻訳された日本漫画の奥付けには、このような読み方を示した図が付されていることもある。日本漫画は、バンドデシネや、 アメリカンコミックスと異なって右から左へと読み進めるが、これは通常の文章を水平に左から右へと読む、フランスの読者には馴染みのないものである。また、吹き出しのセリフのみを翻訳した場合は文字を読む向きと視線の動きが祖語をきたすことになる。このため、フランスで翻訳された日本漫画は1978年に最初に紹介されてから1995年頃まで、 レイアウト全体の向きを改めて出版されていた。かつての対処法の中には単純な反転印刷もあったが、これは人物の聞き手が逆になったり、心臓を突くという描写に整合性が失われたり、あるいはナチス式敬礼が左手で行われたりするなど、読者と作者の双方に不都合を生じさせるものだった。オリジナルを尊重しつつ、横書きのセリフとなじませる方法として、 セリフの入れ替えに伴って、不都合の生じた描写箇所に手を入れ、さらにページ上の小回りをやり直すという比較的丁寧なやり方もあるが、これは手間を要する。現在では、大半の出版社は、コスト面と作品性を尊重する意味から、日本のものと同じ組方向で出版している。以前はこのことが一部の読者に敬遠される要因とも、なっていたが、年代に、 ブームになった後はむしろ多くの読者がオリジナルに近いことを歓迎している。フランス以外でもこの頃から日本と同じ組方向で出版することが普通になったとモナ・ベーカーとガブリエラ・ソルドニアは著書で表している。1978年以前にはフランス語圏では現代的な意味での日本漫画の紹介はほとんど行われていない。例外としては1969年に 柔道雑誌武道マガジンヨーロッパに収録された平田博士の武士道無残伝の数編及び1972年にフェニックス氏にクロード・モリテルニと小野構成による日本のバンドで死ねラボンド・デッサネ・ジャポナイセと題された記事が掲載されたのみである1978年にアトス・タケモトはクリー・クイットゥエ氏を創刊する これは1981年までに6冊を刊行し、斉藤、高尾、ゴルゴ13、手塚治虫、超人体系、辰美義弘、グッバイ、さらに、石森章太郎、藤子藤尾、植田正史などの作品を再録していた。紙面はすべて、欧米の書籍に合わせた向きに変更されている。1979年、竹本と出版社ケシルリングが最初の単行本となる。 石森章太郎の佐竹と独り物控えを刊行。当時のヨーロッパの水準からすれば優れた想定であったがオリジナルの形式は軽止され、作者名の誤植をはじめとして文字などの扱いもやや雑なものであった。雑誌と同様、単行本による紹介も再遺書記の試みは不発に終わった。この後1982年テレビ放映されたアニメ キャンディキャンディの人気を受けて出版社テレガイドが井原氏ユミコと水木京子による原作漫画をキャンディポッシュシリーズ全12巻として刊行した。これは著作権料の支払いを回避しつつフランスのスタジオが独自の翻案を行うのが一般的であった1980年代でアニメの原作として唯一翻訳の対象となったものである。1982年 で、レヒュームノワーズアセスイエー社が、オートダフ総書の一部として、中沢刑事の、裸足の弦の忠実な翻訳版を刊行したが、販売は振るわなかった。同様に、辰巳義弘の、広島がアーティファクト社から刊行されたが、これも読者を獲得するには至っていない。出版業界は、こうした経験に、やや萎縮し、不況が手伝ったこともあり、日本漫画のフランスでの単行本化は、 アキラまで間デマが空くこととなった。この期間の例外は1989年にアルビン・ミヒエル社が翻訳出版した石森章太郎の漫画日本経済入門第一巻のみである。雑誌もまた同様であったが、イデューグラム社は1985年から1986年にかけて初めて日本の成人向け漫画を翻訳紹介している。これは ミュータント誌で11号にわたって掲載された、加納正史作と小池和夫の実験人形ダミーオスカー及び、レブルズ誌の1985年6月から1986年1月に掲載された、松久優と工藤和也の危険な汁である。翻訳は不在であった一方でこの分野の可能性を指摘していた専門家もおり、 1985年にティエリ・グロンステーンがデコイエース・デラ・ボンド・デッサネ氏で様々な提案や記事を執筆している。また1980年代半ばには初の日本漫画情報に特化したファン人漫画ゾネが誕生した。アキラとグレノット社1990年代に入るとグレノット社は1990年3月から大友、トモ、カツヒロのアキラを 文刷観光をすることを決定。書籍版はアニメ映画版とは異質な部分もあったが漫画としての革新性が注目を集め、同年の末にはフルカラー版が刊行されるほどの成功を収めた。ファン人漫画ゾネはこの余波を受けて700部をする商業誌に生まれ変わっている。デビュー雑誌も質が競われるようになり、この年にはヤマトとプロトカルチャーアディクトという二つのファン人が 誕生した。また、1990年12月には、アルビン・ミヒエル社が、裸足の弦の真相版を、日本に、ジュンズと解体して再刊。1991年に入り、アキラの観光が続く中、これに匹敵するヒットにはならなかったもののレヒュームノワズ、アセスイエー社が、大友のドーム、年末には、北条司の、シティハンターの第一巻を刊行した。 1991年5月には豪華な紙面のファンジンアナブランドが創刊され、次第に漫画ぞねしに代わるフランス語圏の日本漫画雑誌の代表へと成長していく。この頃には子供番組を席巻する日本アニメに抗議する声も上がっていたが、アキラを全館出し終えたグレノット社は、こうしたアニメーション作品の原作を手掛ける方針を決定し、まず鳥山アキラの ドラゴンボール、高橋留美子のランバイチ、にお世に送った。グレノット社の方針は後に転換し、アニメとは直接関係しないものも含め様々な作品の翻訳出版が行われるようになった。こうして、フランスの読者のもとには、白ム宗、アップルシード及び、オリオン、池上良一、クライング、フリーマン、鳥山明、ドクタースランプ、木城ゆきと、ガンム、 そして竹内直子、美少女戦士、セーラームーンが届けられることとなった。フランスにおける漫画の例名その後、カスターマン社をはじめとした老舗出版社も漫画出版に三角を図るようになる。カスターマン社は1995年1月に創書漫画を創設し、まずはフランス人作家アレックス・バレンヌが日本で制作したキロ、そしてフランスと縁の深い。 アメリカ人作家ジェローム・チャーリンとジョー・ステートンによる英雄のムデラ・ファミーエを出版、校舎を出した9月には続けざまに、田中正史のゴン、砂村、弘明の無限の住人、そして初の作家性を売りにした作品、谷口二郎の歩く人を観光。カスターマン社の漫画シリーズはさらに先鋭的な新シリーズに引き継がれる1999年まで、 漫画を供給し続けた。また1995年1月から1年間、アメリカ資本のダークホースコミックス社が、真ベジョージのアウトランダーズを観光、ドルゴ社も、カナと名付けたシリーズを創設した。当時は日本漫画と韓国漫画は区別されていなかったため、このシリーズには日本漫画に加えて韓国の漫画家、ヒョンセリーのエンジェルディック、 アーミゲドンも加えられている。この頃には、専門出版社も誕生した。1994年から犬遥のお元気クリニックなどの成人向け漫画を出版し、その後、柿の内なるみと、平野俊樹による、吸血鬼未愈などを手掛けた、サマーイ・アディションス社。1995年1月に、寺沢武一の、部、タケルを出す者の,の短命に終わった、スターコミックス。 同様に同年4月に設立され翌年に解散するまでに草薙拓人氏、上海海人族、岡崎武史、精霊図い、結城のブテル、ベルバーサーガなどの翻訳出版を行ったクラーケン社などがある。1995年6月にクランプの聖伝 RG ベーダマイナスで登場したトンコム社は日本漫画専門として初めて大型出版社へと成長した。 同社はコスト及び作品性への配慮から初めて日本と同じレイアウト方向を採用し、この形式は間もなく業界の標準的なものとなった。人気漫画の翻訳1996年に到達するとアナムランド氏の日本アニメ、日本漫画特集号が雑誌スタンドに並び、その後他の出版社により日本の人気漫画が相次いで翻訳されていった。 1994年にはわずかに2シリーズであったが1996年に始まったものは50タイトル以上に上る。トンコム、グレノット、ジェ、龍角社を中心に刊行された単行本は105冊を数えた。この中には新たにニッキー・ラーソンと解題されたシティ・ハンター、稲田孝二、三条陸、堀井雄二、ドラゴンクエスト大の大冒険マイナス、白雅宗、 広角機動隊、松本太陽、鉄コンスジクリート、萩原和志、バスタード、暗黒の破壊神マイナス、手塚治虫、ジャングル大帝、鉄腕アトム、ブラック、ジャックなどがある。1997年には、青山豪将、名探偵、コナン、高田雄三、三三合図、池上良一、文村章、三口あり、藤島康介、ああ、女神様、 が店頭に並んだ1998年には、低本企業、新世紀エヴァンゲリオン、北条司、キャッツアイ、我が信弘ルローニ県新明治県深ロマンタン、高橋和樹、遊戯王、浦沢直樹の初翻訳。さらに1999年には、原哲夫、ブロンソン、北斗の県、高橋洋一、キャプテン翼、クランプ、カードキャプターさくら 井上武彦、スラムダンクが訳約された。市場の拡大単行本の発行数では1998年151冊、1999年200冊、2000年227 22冊、2001年269冊と初期に比べると市場は順調に成長した。カナはこの当時の1999年以来業界第4位を維持している。 この頃には1980年代から1990年代に日本で人気のあった主要な作品は翻訳が進み、その販売も極めて好調であり、雑誌も種類を増し、感動誌の交流も進み、インターネットもこれを後押ししていた。こうした状況にもかかわらず、既存のバンドデシネ業界は新勢力の勃興に、 冷淡であり、これは例えば、アングレーム国際漫画祭の状況にも現れていた。主流に属さない出版社は、対外関心を持たれることもなく、谷口二郎を例外として、日本の漫画文化が広く認知されていたとは言えなかった。その一方で、さらに新作の翻訳が進み、着実に成功を重ねていた。2000年には、富樫義弘、ハンター・ハンター、竹井宏行、 シャーマンキング、小田栄一郎、ワンピース。2001年には、藤沢徹、GTO、桂正和、IS、上条明宝、侍ディーパー京、雪香織、天使金良区、浦沢直樹、モンスター。2002年には、赤松健、ラブヒナ、木城ゆきと、ガンムラストロダー、高谷夏樹、フルーツバスケット、岸本人志、ナルトナルトが役出された。 メインストリームへ2002年以降は新刊におけるアジア由来の漫画のシェアは相対的にも増加している。これはバンドでシネのシリーズが年に一冊程度なのに対して日本漫画は数冊のペースで出るためでもある。日本漫画はアジア漫画の中で最もよく売れている。出版社があらかじめ作品の人気を日本市場で確認できるということに加え、 西洋の漫画作品よりも安い価格、着実な観光ペースが固定読者の獲得を促した。出版社はこぞって日本漫画に特化したシリーズを創設しており、フランスのテイストに配慮しつつ漫画の普及を図っている。2003年に最も売れた15タイトルの発行部数は2万5千部から6万部。日本漫画は漫画類全体の流通総額の25%を、 締め、若年層向けフィクションについて出版界で最も動きの激しい部門の中で筆頭の伸び率を記録している。日本漫画の多様性への視線後に出版社は作品の発掘や愛蔵版の編纂も進め、ベルテリグラフィック社は、裸足の言語、復刊2003年からは劇画創始者の一人である、辰巳義弘の作品を扱い、エゴコム、X 社は2003年に、 告げよしはる、無能の人を観光している。2006年からは、コーニディアスが、水木しげる作品を手掛けており、2007年に、の、ノンバばーと俺が、アングレーム国際漫画祭最優秀作品賞を受賞した。これは、フランス市場における、日本漫画の浸透ぶりを象徴する出来事となった。日本の若く活発な世代による作品が売り上げを伸ばす傍らで、 谷口二郎と浦沢直樹が鮮弁をつけた大人向けの作家性、豊かな漫画も成長を見せている。これは1996年の松本太陽を例外として主に2005年以降の傾向である。2009年、ルーブル美術館で荒木博彦の原画展開催。2010年にはパリ・ポンピドゥーセンターの公共情報図書館部門において、 漫画読者についての大規模な調査研究が行われた2012年タイトル別の販売数ありがとうございます。